わしは新潟駅に行く。新潟駅が私を呼んじゃる。うぬらも行くかえ。何、いきなり新潟駅って。コジの進捗具合でも見たいの。うむ、それもそうじゃが、何か謎のカラフルな瓦版が占拠しているとの噂を耳にしたものでな。知ってる、これだよね。5月11日から5月13日の G7 新潟財務大臣中央銀行会議のポスターのことだね。うむうむ、ゼニの匂いがするの。財務と銀行じゃとな。うふふ、それは知らないけど。ゼニに違いない、ゼニじゃ。あはは、とりあえずささみ説明よろしく。了解。それからどうした？ G7 新潟財務大臣中央銀行会議はね。ささみ、そこにいたのか。お主もゼニの匂いにおびき寄せられたのじゃな。ささみ、振り子のことも視していいよ。 G7 の内容は前の動画にて。雑じゃの、可愛げがないの。グフフ、なるほど、世界中のゼニじゃな。わしには多すぎるの。悪巧みしているの。大丈夫じゃ、お主らにも分けるから心配ない。いやいや、そういうことじゃない。そうじゃな、聞いた位置で言うか。お金の話じゃないよ。お主らには 0.5 ずつじゃ。悪い話じゃなかろう。とりあえず大盗賊みたいな話はいいから。あ、手ぎそばおごって。安い乗り組み員じゃの、良い心がけじゃ。とりあえずその川に船を浮かべよ。白の川に。さすが乗組員はただ知らうっとひ、物分かりが良い。出航じゃが。とりあえずささみ、白の川の説明よろしく。なるほど、さすがはただ知ら、状況把握とな。感心感心。G7 財務大臣中央銀行総裁会場の横だし、お願い。了解。チャンネル登録よろしくね。信濃川は全長 367km、 日本で最も長い川だよ。フルマラソン9回弱じゃな。比較外にはからん。長野、新潟県境で千曲川から信濃川と名を変えるの。名義変更じゃな。ゼニの匂いがするの。しないし。それから中津川、清津川、大野川と合流して。美味しいものがいっぱいあるところだよね。さすがはただしら、ゼニ以外の財宝も独占じゃな。末恐ろしいの。だからそんなことしないって。越後平野を肥沃にし、王光図分水路、関や分水路に分派して日本海に進み、越後平野の治水ラブ G7 海上地区の新潟港につながっている一級河川。一級じゃとな、良いの。響きが良い、楽しみじゃの。ゼニと耳に向けて出航じゃ。大盗賊ヘギコ様、ご提案がございます。ええ、おときもヘギコのペースに乗ってるし。ゼニは G7 新潟財務大臣中央銀行総裁会議に任せて、とりあえずうまいものをせしめませんか。確かに、腹が減っては戦ができんしの。ええ、どこと戦うつもり。信濃川の上流、うまいもの地域を探索する前に、 G7 新潟財務大臣中央銀行総裁会議周辺の探索はいかがですか。うむうむ、地元の足固めじゃな。ささみ、馬を引け。ええ、馬って移動手段のことよ。ヘギコ様、相手はなかなかの強者揃いですよ。確かに海のものと山のものじゃな。相手にとって不足がない。お、でかく出ましたな。なかなか噛みこたえありますぞ。いよいよ戦いの時。ささみ、おろしをあげよ。消防職るって現代的じゃないの。ささみがやることは予約じゃ。戦に行くのに予約。おお、わしは紳士じゃからの、ちゃんと予約が必要じゃ。宣戦布告。ええ、争いは良くないよ。話し合いにしよう。ささみ、クーポンの確認もマストだよ。戦にクーポンって。なるほど、私は飲み放題クーポンよろしく。三点個制覇じゃ。酒浴びる。一個一個。チャンネル登録よろしくね。いや、ぐるぐる回るの。今日は地球の自転が早いの。足元がふわふわしていてちょっとやばいですの。一行の荒波だったの。もうたくさんです。明日の出航は取りやめじゃ。もう酔いたくはない。あらら、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。